皆さんこんばんは、グーアメです。今回もやっていきます。質問コーナーちょっと拍手うるさいですあ、ごめんなさい今回はジムナクティックスさんに質問です。はい。好きな映画は何ですか？好きな映画、君の名はかな。やっぱり完全リア充なあの映画ですか？いいじゃないですか。そうですか。じゃあ、うん、あまりリア充に興味ないのでごめんなさいはい、では家館ラジオ始まります。今日ちょっと当たり強かったね当たり強かったね。ちょっとなんかね、あのなんだっけ、情報によるとあの、うん、グアメはあの、うん、睡眠不足のためにあの、うん、不機嫌だしあら不機嫌だし、今日ちょっと不機嫌みたいなあ、それはしゃあないよな。しゃあないよね。まあね、グアメがその振りをしたっていうのがさ、うん、まあ現実世界で今日あの映画見に行ったんですけど、うん、そう、1ヶ月前に、こうちょうど1ヶ月前だね、公開された未来の未来ってやつ、うん、ああ、はい、そうそう、見たんだけど、うん、あれね、まあある意味いい映画だったなって感じだね、結構。ほう、うん、なんて言えばいいんだろう、なんかね後半に徐々にストーリー性が分かってくるみたいな、最初の方にうんっていう、ああ、最初の方まで言ってるか分からんっていう、そう分からないけど途中から分かってくる、ね、いい作品だった。でもね、うちがねいいって思った作品がねもう一個あってね、実はこの夏休み中にさ映画2本見てて、ほうほうほう、あね、その映画がね四季折々っていう映画なんだけど、お、今ねちょっとあの公式ホームページやったんだけど公式ホームページね、公式サイトってそうなんだけど、なんだっけ、あのそのなんだっけ、3つの短編ストーリーからなる映画がね、映画なんだけど、そのやつ最後の方涙出るぐらい感動して、それがね、あのね、ちょっとね、あのなんだっけ、あの東宝とかじゃないからさ、うんうん、あんまりねそこまでねすごい大規模にやってないんだよね。ああ、なるほどな。それでか、なんか俺聞いたことないなと思って。なんで？いい映画だったよ。でもなんかね、あのね、見に行ってみようかな。あれですね。いいことお知らせがあるんですよ、実は。あれですね。8月24日までやっています。お？ 24日か。24日まで。だいぶ短いよ。短いですね。あの、なんだっけ、言葉には出さないので、うん、あの、うち宛てに、まあ、あの、関西出身だって言ったじゃないですか。あ、はいはいはい。一切、その場所とか、そういう載せた情報とか、一切言わないので、一切全く言わないので、地域だけ、はい、近くにね、その映画館があるかどうかって分かんない。あれ、分からんのか。そうなんですよ。あ、でもね、確実にね、中心部行ったらあるね。ああ、中心部行ったらあるんやったら、まあまあ大丈夫でしょ。あのね、一応やってるとこがね、シネマート心斎橋、うん、シネリーブル梅田でやってるらしいです。あ、梅田。うん、あ、梅田でやってんやったら。そうそう、あのね、心斎橋。割とガチめな都心部。あのね、心斎橋さ、10時半と16時から5時20分って書いたんだけど、うん、
あの梅田さ、あの冷凍室の、あの7時からしかないんだけど。え7時25分から8時50分しかないんだけど、夜のね。やば、めっちゃ遅いやん。まあね、なんだっけ、それ見に来たって言ってたじゃん、うち今行ったじゃん、本当はね、あのうちらのとこ関東だったら東京とかで新宿とか池袋とかやってんだけど、ちょっとあの何だっけ、新宿池袋とか迷子になっちゃう。そう、あれか、方向音痴か。そうそう、あ、方向音痴じゃないんだけど、ちょっとさ、なんだっけ、あのすごいコミコミとしたところでさ、大変だ大変だみたいな感じで焦って焦って、やばいやばいとかなるのもちょっと嫌だったから。あー、そっか。そう、方向音痴じゃないけど、ね、そういうとこに行ったら迷っちゃうかもってことやな。そう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 、やっぱりでかいじゃん、規模ちょっとでかすぎるじゃん。そうそうそう、だからあのね、あの初めてね、でもあの何だっけ、地名とか言われても分かんないか、さすがに。ああ、確かにな、それは分からん。東京の場所とか言われても分かんないか。あのね、どこの近くって言えばいいのか、ちょっと少しさ外れたところにさ、まあ、東京のちょっと外れたところに品川ってあるんだけど、品川分かるでしょ。ああ、はいはい、うん、分かる。あのね、それのね、もうちょっと下、あのね、東京のね、東京と神奈川の境目ぐらいの、あのね、なんだっけ、あの大森っていう地名なんだ。ああ、はいはい、分からん。分からん。もうね、あのなんだっけ、もう少し進んだらあの神奈川っていうとこなんだけど、多分。ああ、境目なんだよね、やっぱ。そう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 。でね、そのとこのね、映画館行ったのよ。で、それ見てきたんだけど、あのね、本当に、ね、あのなんだっけ、あの紹介画面に日本初のシネコンみたいな。お？ちょっとね、確かにそんなこと書いてあったよね、気がする。シネコン？そう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 。あのシネコンっていうか、あのなんだっけ、その普通になんだっけ、あの例えば建物なんかなんか、なんていうの、イオンとかに入ってる映画館とかよくあるじゃん。ああ、あるある。そうそう、ああいう感じのやつの日本初で、1984年オープンなの。まあまあまあや。あのね、なんだっけ、あのうちもちろん平成生まれなんだけど、昭和感がすごかった。ああ、すごかった。なんかしかもなんだっけ、あの普通だったらなんか、普通のでかいとこだったらさ、半券ビリって言ってさ、はいと、あの、シアター何番でここでありますよっていうさ、案内とか。そうやな。まあ、最近だったらもう PPP とかで行けちゃうじゃん、もう機械とかでさ、チケット取っちゃったりとか。なんだけど、あのね、15分前の、あの、整理券スタイル。整理券あの整理券黄色の何番とか書いてあって、15分前にお越しくださいって言って、順番にお呼び出ししますみたいな。マジか。すごいでしょ。それだけでもなんか オールド感感じるでしょ。あれやばいよね、その古い感じ。古い感じがね、やばいやばい、本当に。映画か、全然行ってないな。見に行きたいって最後に行ったのが多分バイオハザードやと思う。え、いつ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 やろ、中 3? の冬ぐらいにバイオハザード5 5っていうか、なんか最後あったやん。はい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 。あれ、うん、あれを見に行った。あれ、今何年生でしたっけ。え、今高校2年生ですね。はい。マジ。はい、まずです。多分それが最後。え、多分君の名はってバイオハザードよりも前やったやんな。ってことは多分そう、バイオハザードが最後やと思う。どうなんだろう。あれ？いや、でも今年見に行きたいのあるんですよ。あ、そうなの？あ、待って。2016年、あれ？あれ？こう2年前。ああ。夏に。
君の名は冬にバイオハザードぐらいか。同じ年か。一緒編ぐらいだね。なるほど。ああ、二編。これ言ったら収録日バレちゃうんかな。いや、あの大丈夫、あのなんだっけ、あのそれはね、あの大体のみんながさせてくれてる。ならいいか。うん、2日前に公開されたやつで、2日前、7つの滞在の、あの映画があるじゃないですか。あれめっちゃ見に来たい。ああ、なるほどね。あのなんだっけ、あの七つの大罪が好きやから、あんまりこういうの言っちゃいけないのかな。あのなんだっけ、あれ、はいはいはい、あのボンボン TV でよくやってた。ああ、はいはい、確かにやってたよね。七つの大罪情報コーナーみたいな、やってた。それで知ってるところあるけど、ああなるほどね。ああこれね、今ちょっとあの東シネマで見てる。ああ、いやーちょっと興味あるんですよ。危ない、もう少し音流れとかだったら危ねえ。危ねえ、事故みたいな感じですね。それは事故や。ああ、なるほどね。そういう系か。なんかね、あのなんか普通のなんか結構感動するアニメ系とか、アニメ系は絶対必ず毎年一本は見るから。ああ。逆にうちって、何か親とかはさ、もうすごい個数、結構な個数を、たくさん見てこれ良かったねっていうのを言う派なんだけど、うちはなんかショッピングセンターとかそういうところだったらさ、なんかあるじゃん、なんか看なんて言えばいいの、その告知をしてるさ、玉みたいな感じのやつ、あれであこれいいねって思ったやつ 1,2 本とかしか見ないの、逆に。ああ、もうこれだって決めて見に行って、ああ面白かったみたいな、感動したみたいなやつをそうやるんだけど、うん、そうそれね、それでやってるかもうね、いい作品しかない。当たり前っちゃ当たり前だけど、なるほどな、確かに当たり前だね。ああそうなんだ。全3種類の、あ、なんだっけ、3種類ポストカード、オリジナルポストカードあるんだ。うち欲しかったやつと違った。あれ違っちゃった。あ、でも、あ、そっか、今日、あの、今週帰ってから行けばいいのか。今週帰ってから。お、間に合うか。ってか、いいの、あの、今はさ、実家だけどさ、あの、なんか水曜にさ、うん、あの、茨城帰ればさ、その時に、あの、次の日から東京行けば、間に合うって。おー、ギリギリ？いけるわ。そっか。よいしょ。行きたいな。連れてってや。お金出してや。ここからどう渡すの？ここから。何、なんか、あの、投げろ。なんか電車バトみたいに飛ばす？それやばい。はい、もう予定作って行ってよ、その長さ、あの、お、よかったよねみたいな感じのトークで、なかなか映画見に行かないから。ああ、そっかそっか。そう。だってなんだっけ、あの、だって高校生とかだったらさ、1500円とかで行けんでしょ、うん、あ、1500円、1200円とかなのか。うん、多分それぐらいだと思う。そうだよね。あ、なんだっけ、あの、大学生で1500円するか、なかなか行きづらい。なかなか行きづらい。ああ、やっぱちょっと高くなるやんな、年齢的に。で、もう少し、まあ何年かしたらさ、あの、うん、もう1800円になっちゃう、大人料金になっちゃうから。なかなか。ああ、そっか。あの、お父さんお母さんはさ、もう、なんだっけ、あの、もう、あの、うん、あの、なんだっけ、あの、なんか、夫婦50みたいな感じ。1000超えて安くなるんだけど。何それ。ああ、もうシニアに近づいてってるもんな。また年齢的にそうやんな、アメちゃんの年齢的に。うち、え、いや、アメちゃんの年齢的にお母さんお父さんを知らせるぐらいで全然問題ないやん。そういうことでびっくりした。うちの年齢的にっていう。いやいやいや、ね、アメちゃんもうシニアやったらやばすぎやろ。シニアでさ、この声出してるとかやばいよ。
それはさすがにすごいわ。やばすぎるわ。もうね、本当にね、やばいやばい、それは。シニアじゃないですよ。シニアでもないです。60歳ぐらいのおじいちゃんがこんな声で喋っとったらびっくりやで。でさ、しかもさ、なんだっけ、そういう恋愛系というか、なんかね、その最後のストーリーが恋愛系みたいな感じのもんなんだけど、それでさ、はいはい、それで感動したとかってさ、おじいちゃん言わない。ああ。言わないよ。おじいちゃん、そんな感性持ってんのかよ。確実に言わないよ。やばいよ。確実に言わへんな。ちなみにね、はい。あの、なんだっけ、一応ね、3つのストーリーあるって言ってたじゃん。うん、短編ストーリーであるって言ってたじゃん。一応ね、うちなんだっけ、短編ストーリー、うん、短編ストーリーのタイトルを知らない上で見てたからさ、それがないようにするためにさ、一応タイトルだけ言うわ。おタイトルだけ。あ、はいはいはい。タイトルだけ。一つ目が、日だまりの朝食。二つ目が、小さなファッションショー。3つ目が上海恋。あ、全部中国のとこなんだけど、ストーリー的に。あ、はい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 、それはあるんだけど、最後のストーリーは涙したね。ああ、やっぱ最後やから。そう、なんかね、なんか自分にね、あったことというかね、なんかね、マッチしてたというか、なんかね、なんか一緒のことがなんか目の前で繰り広げないというか、なんかね、涙しちゃったから、うちがね。ああ、なるほどな、感情移入しちゃったんか。大体なんだけど、うちがいい映画だったっていうやつはさ、うん、なんかその後になんか DVD とか出たらさ、あ、これ欲しいってなるんだけどさ、なったね。なった、これはなった。あ、出るんだとしたら出て、欲しいって思うもん、むしろ逆に。あ、なるほど、そこまでか。そう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 。ちなみに未来の未来はいいです。未来の未来はいらない。うん、まあまあ、すごい良かったんだけど、最後の方になんか機械チックみたいな感じが出てきた時、あ、サマーウォーズっぽいやつだって思っちゃった。ああ、そう、それ同じ人やもんな。そう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 、サマーウォーズまんまなんだなと。よく広告は見るけど、うん、よう分からん。職場でなぜか広告が流れんねん。あのね、ちゃんとね、なんだっけ、公式サイトとか見たね、あらすじは知っとくべきだったよね。したら、ああ、先に、それ見とくべきか。そう、 うちなんだっけ、一回過去にさ、ゆうね姫みたいな感じのやつやったじゃん、映画で。あ、はい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 、あれなんだっけ、すごいなんか夢見るストーリーで、すごい可愛いやつなのかなと思ったらさ、うん、急にさ、なんか機械チックな、なんか出てこなかったけど、ロボットみたいな感じのやつ。おなんだっけ、なんかさ、すぐさ、なんかさ、なんかロボットすごい出てくるみたいな。なかったっけな、そんな感じだったような気がする。なんか姫としてなんか活躍してみたいな感じで、なんか全然なんかね、違っててね、あれはちょっと大失敗した記憶はあるんだけど。あれね、この映画大失敗かっつって。そう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 、もうこれから映画見に行くときはあらすじ軽く見ていかなあかんな、うん、あらすじ見て。あ、でもね、なんか短編ストーリーの四季折々は見なくていいと思う。ああ、その場で理解した方がいい、楽しい多分あれは。あと、なんだっけ、短編ストーリーで3つだから、うんうんうん、なんかね、なんだっけ、確かね、上映時間もそんな長くないんじゃなかったかな、確か。だから、なんだっけ、あるとしても、どれぐらいなんだろう。あー、1時間14分だから。短っ。そうそう、全然ない、全然ない。だからね、なんだっけ、パッとした時にいけるよ。あー、そうやな。そうそう、パッとした時に、行こっかなって思った時にスッて行くようになったから。なるほど、パッとして、よし行こっかな、劇場行く、5時ぐらいに着く、何時から始まる、7時からやるな。そっち撮るんかい。1時間待たなあかんやん。そっち撮るんかい。
そう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 。あれ位置関係的に見る時間よりも待つ時間の方が長いみたいな。あれさ、なんだっけ、あのよくさ、なんだっけ、さすがに大阪とかにさ住んでないからさ、住んでないし住んこともないからさ、わかんないんだけどさ、心斎橋ってどこにあるの？心斎橋もさ梅田と近いよね多分ね。心斎橋、うん、それどこにあるんだろうな。もう俺方向音痴の土地感ないから、心斎橋って聞いたことあるけどどこにあるか全く分かりません。ね、大阪環状線が見つからない状態。あった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 。あ、環状線か。いや違う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 、あのなんだっけ、環状線見ればさ、あのなんだっけ、場所わかるからさ、大体。ああ、はい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 。ないとあれきついよね。うんうんうん。あのね、これはね、あのこう読まないんだよね。日本橋とは読まないんだよね。日本橋だよね。そう、日本橋。日本橋はその関東の東京橋な。かなんかの方やろ、うん、日本橋やからこっち。日本橋だよね。なんか難波とかに近いかも。難波難波あたりだな。あー、難波とかか、ね、そこら辺か。そこら辺だし、難波は行ったことないです。なるほど。あ、大阪には行ったことあります。あ、あれや、ある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 。あの安倍のハルカスとか行ったもん。安倍のハルカスな。そうそうそう、いいよな。その下が透けてたらジャンプしたくなるってやつな。あ、したくなんない。だからしたくなんない。したくなんない。お前子供って言いたいんか。して。ちょっと否定する。あの、違う、なんかそういうわけじゃなくて、単純に無理。どういうこと？怖いってこと？単純に高いところがうちが無理だから、いやないなっていう。ああ。そっちに、そういうことか。そうそうそう、子供みたいだからとかじゃなくて、単純に。あ、俺が子供みたいって言いたいわけじゃなくて、そうそう、うちが無理。もう無理。なるほどな。高いところが無理だ。だって驚くことといったらさ、大阪で、うん、なんてなんだっけ、大阪とさ梅田ってほぼ同じところにあるでしょ。うん、そうやな。うちそれが一番驚いたね。もうだから大阪とか新大阪ってもうぶっちゃけ梅田やから。そうそうそう、もう梅田の中の一個の駅やから。はぁって思うもんね、あれ本当に。うんうん、歩いた時にさ、なんだっけ、なんだっけ、あの大阪市営、あの御堂筋線から歩いてった時にさ、うんうん、おい近みたいな、大阪近みたいな。そう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 、だいたいあの徒歩5分くらいで作っちゃおうかな。そんなに嫌ってたのって思う。逆にね、梅田って地名をどちらかが嫌ってる。大阪という地名を、あのだっけ、あの、うん、なんだっけ、市営地下鉄が嫌ってたか、梅田っていう地名を JR が嫌ってたか、どっちかでしょ。うん、どっちかかな。面白いね、あれね。本当に。ものすごい嫌ってるよね、どっちかで。あ、そっか、アメちゃん来たのはだいぶ前やから、そっか、市営地下鉄やったんか。あ、そう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 、だいぶ前って言っても、あ、でも3年経ってる。うん。大丈夫。あの、なんか今年ぐらいから市営じゃなくなったか。あの大阪メトロにしたみたいな。そう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 、大阪メトロな。あの、うん、ちょっとよくわからんやつ。あの、なんだっけ、民営化したんでしょ。あの、普通に、そう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 、会社みたいな。市が運営するわけじゃないやつになってんだよね。うんうんうん、あの東京も、東京もあの似たようなやつだから、東京メトロも。ああ、なるほど、全く一緒、あの、ね、メトロは一緒か。その時代、あの生きてないわけじゃないけど、その時代知らないけどね。その英断時代、あ、知らんねや。英断っていう会社だったんだけど、知らないんだけど。うちは知らないんですけど、本当に。だってなんだっけ、まだ大阪の方がさ、街なんかしっかりしてるよ、うんうん、地下鉄とかとかも、ほうほうほう、ま、分かりやすいと思う、単純だと思う。まあ確かに単純やな、数もそんなめちゃくちゃ多くはないしな。だってなんだっけ、どこ駅だったっけな、新宿のさ、うん、新しい地下鉄の駅があるんだけど、私というかもうそれでも10年経つんだけど、うん、
なんかそして無理やり作ったからさ、ほうかなり、なんかその路線というか、なんか通路とその路線の新しく作ったホームのところと間隔が10センチか20センチとかしかないみたいな、やばすごい、それだけきついからね東京ってマジか、お無理やりすぎるだろうと思って、あれ、うん、俺らのところもあの、阪急っていうその兵庫の方から京都の方までつながってるようなやつがあるんやけど、あの俺の最寄り駅とその一個隣の駅が近すぎて見えんねん、うん、駅からあそこって全然近くに見えんやんか、あれでしょ、あの電車待ってる時間あったら、うん、この線路の上走った方が絶対早いでっていうくらいの距離へえすごいなそれ、なんだっけ、あの路面電車みたいなもんでしょ、あの隣にさ停留所あるみたいな、うん、そうあ見えるめっちゃ近いんやけどねそれのさ、その普通の路線盤ってやばいね普通の線路やったらやばいね、それなかなか、やばいやばい、本当にそれは、ね、単純にやばいねそうそう、電車まだかな、あ来たっつったら、あの隣の駅に止まってんのが見えたのかそんなんやからそれでわかる、あーなるほどね、すごいな、これすごいね、あのなんだっけ、地元トークとあの映画の話で30分使いそうだ、30分近くなってるな近くなってる、もうね、あの今日はね、うん、あれね、これサイトの中身をすごい詳しく見てないからよくわかんないんだけど、ほう、とりあえずあのタイトルだけちょっと読みますね、うん、あの実はあの、はいはいはい、今日はあのなんだっけ、あのいつものだらしめ心理テスト、だらしめじゃない、あの家館心理テストじゃないのよ、あ、じゃないよ、実は、はいはい、そう、違うのよ、まあ、その、まあ、オリジナルタイトルにしますけど、まあ、読みたいと思います、タイトルコールします、はい、あなたの会話力はどれぐらい、家館真相心理、イエーイ、真相心理っていうやつだし、うち見てないからマジでわかんないんだけど、あの、ほう、どんなやつや、起動するさ、あのブラウザの下の方に載ってるなんかあのニュース30個ぐらいのやつがあるんだけどその中から見つけたから、あの、ね、本当に、ね、見てないけど、しかもですね、あの今日は何日ですか、今日はもう行っていいと思うわ、日付行っていいんですか、行っていいです、8月の20日でございます、はい、このサイト、ね、はい、このサイト更新日8月20日もう取れたてでございます、おお、今日、今日じゃないですか。そうなので、本当にいつも以上に見てません。マジで。なるほど。だから何なのかよくわかんないんだけど。どういう答えが出てくるのかもよくわかんないんだけど。まあいいや。じゃあちょっとした文章を読みますね。はい。無意識のうちに取る行動や選ぶ答えには、自分でも気づいていない本音や真実のあなたが隠れています。とのこと。なるほど、もうそこに迫るテストか、3択が載ってるからもういきますね、早速、はい、いきましょう、まあ、視聴者の皆さんもやってみてくださいということで、じゃあいきます、はい、はい、ブックカフェで休憩中、お茶を飲みながら読みたい本は A エッセイ、 B 恋愛小説、 C 漫画、はい、これエッセイってさ、あの英語の意味でエッセイでいいのこれ、はい、エッセイって何ですか、エッセイは普通だったらあの随筆なのよ、一応あのね確認、はい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 、確認の意味で一応調べたけどエッセイ随筆なの、はい、それでいいのかな、随筆、小説とかとはまた別か、うん、筆者の体験や読書などから得た知識をもとにそれに対する感想、思索、思想をまとめた散文、あ、なるほどな、なんて言えばいいんだろう、なんて言えばいいんだろう、これあのなんだっけ、これさエッセイって書いてあるじゃん、
あの、なんか、あの、うん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 。女性雑誌みたいな、生活情報誌みたいな、エッセイじゃないよね。あれとは違うな、あれとは違うな。エッセイじゃないよね。ちょっと言いたくなっちゃった。言いたくなっちゃった、ちょっと。あれじゃない。あれじゃないか。じゃあ、いきますね。もう、はい。うちが、せーのと言ったら、言ってください。いきます。はい、せーので。 B、 A、 お、一緒か。まあいいでしょ。あの、いいでしょ。 A しありえなかったからいいや。変えようかなと思ったけど、ありえなかったからいいや。そう、ありえへんかったのクリタス。でこれが分かるのが、まあタイトルで言っちゃったんだけど、実は、あなたの会話力を診断する、深層心理らしいです。お茶を飲むひとときは誰しもホッとするもの。そんなときお供にやる本にはその人の内面や人間性が投影されています。うん、とのことで、じゃあいきますね。じゃあ選ばなかった選択肢を一応軽く言っていきます。そうだね。 A を選んだあなたは頭の回転が速くて言葉を巧みに操るタイプ。誰とでもどんなシチュエーションでもスラスラと楽しい会話ができそう。自覚はないかもしれないけれど意外に毒舌だと、鋭いツッコミで相手をタジタジにしていることもあるそうです。次、 C。 なるほど。そう、 C は冗談を言って場を盛り上げる陽気なキャラで会話力も高い。ほう。絶妙な会話テクで人気者になるタイプだと。なるほど。ちなみに、いつも通り、それではないと。はい、それではないと。そうではない。それではないということですね。単純に。なるほどね。じゃあ、最後 B いきますね。はい。B は、依存思考にあるものです。いつも誰かがそばにいてほしいと思う傾向があります。会話力も高くはない方。意外に、高くはない。意外に口下手で思っていることの半分も言葉にできていないかもしれません。あららら。合ってるかもしれないな。合ってるかもしれないですね。かもしれないな。いつも誰かそばにいてほしいと思う傾向。これはラジオをあのツイキャスで一人でやらないっていうのと関係あるんですよね、多分。かね。ありますよね。はい。まあそうだね。あのですね、まあ、あのラジオでね、もう話しちゃいますけど、なんだっけ、その今後ツイキャスで今後はうちは配信をしていきますというふうに、ツイキャスのサイトの方で言いましたけども、もしかしたら、このラジオが公開されているところにはやめてるかもしれない。やば。やめてるかもしれないな。やめてるかもしれないわ。でもちろん、なんだっけ、ラジオやるよ。ラジオは続けるんだけど、もちろん。イヤカンと、だらしめと、なんだっけ、ゲームのやつは続ける予定ですけど、キャスはするかどうかは知りません。なるほど。イヤカンラジオもたまにやる、生配信みたいな。以外はしないかもしれない。あれ。ね、本当にね、喋る話がなさすぎてコラボしないと多分無理だな、うち。続けられないかもしれない。ツイキャスで、もうそれだと視聴者っていうか、この見てくれてる聞いてくれてる人を上がらせたらいい。何人か上がって。そうなんだよ。上がってって言いたい。上がってって言いたいわ。うん。言っちゃえ言っちゃえ。まあ金曜日が一番ベストな気がするんだよね。一応さ、一応書いた、グループに書いた通りなんですけど、昨日ツイキャスやったのですよ。やってたのですよ。話続かなくて18分ぐらいでやめたって言われている。幻。あ、そうなの。頼みの 妻だった、
あのリュウさんっていうあのもうダナシムの時からリスナーの人がいるんですけど、うんうんうん、もう帰ってしまい、うんうん、あ帰ってしまい、まあ、明日その次の日がね仕事だったっていうのももちろんあるんですけど、あの帰ってしまい、その後あの出ては消えてを繰り返して、うん、あの諦めてやめました、うん、やめちゃったんかやめちゃいましたね、そこの多分あれあれあれ、うちはラジオあの動画があってんじゃないかっていう結論にまで、なるほどな、そうそうそう、意外に、まあまあ、まあまあまあ自分が合ってると思った方に行けばいいよ、そうだね、だからこの子の可愛すぎなんだよね、うち買いすぎなんだよパッパパパと買いすぎてる、買えないように頑張る、買えないように頑張る、そうそうそう、これでね、あのなんだっけ、あの1ヶ月1回投稿をずっと続けていったら、あのだらしめもあの1周年を迎えるので、うちもう 1周年を、うち1周年迎えることあんまないんだけど、1周年迎えるのでほう、うん、迎えるので1周年の時にはあの巻き込んで何かやるかもしれない巻き込んで何をするのか、うわーって巻き込んでやるかもしれないけどそう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 、まあそんな感じで、まあ、今日はこれで終わりということで、終わりか、そう実はね、あのこんな感じでダーダーと喋ってるけど、うん、あ終わるわけじゃないよ終わるわけじゃないよこんな感じでダーダーと喋ってるけど、実は今日でとか、そんなないかないかないか、さすがに、なるほど、それはない、それはない、今やっとテンプレートとかやっと決まってきたのに、なんか喋りのタイミングやっと決まってきたのによしやめようはおかしい、毒舌グーアメでも質問コーナーから始まるのをやっと確実させたのに、スタイルとしてさすがにやめないですよ、あのね、実はあの実はうちだね、あの4日後に控えてるんですよね、お4日後にあれ4日後、あ4日後日付いったら分かるかな、日付いったら分かるかな、多分ね、ああ8月の24日ですよ、8月24日、そうだね、まあこの頃には終わってますけどそうやな、終わってますけど、これが投稿される時には終わってるけど、終わってますけど、多分楽しかったねって言って終わるんですけど、多分、うん、そうそうそう、あのね生配信があるんです、実はそうだね、そう生配信が実は本当にねあのねものすごい盛りあのやるから結構お本当にあのなんだっけ、あの一応さタイトルに書いてあったから、ね、1時間半まで延長かって書いてあった、1時間半いっぱいか1時間かはやると思う、あの誰かがコンティニューコインをくれればやると思う、なるほど、コンティニューコインってあれ、ね、視聴者もらうタイプなんだよね、あれって、ああそう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 、そうだよね、あのお茶とかと一緒でポイント使って投げる、う、ね、もうあれなんだっけ、あの 集客よろしく集客あの、はい、頑張ります、宣伝して、あのアカウント10個あるんで全部で宣伝しときます10個あんのそう、あのキャスにあの投げる用の赤とかも全部含めて10個入ってて、へえ知らなかった、まあ使ってるの基本1個やけど、ああやっぱりそうだよね、そうだから、あのポイント投げるときだけそのポイントは、うん、あなるほど、ね、あの1日100取れるから、あだからそれね複数じゃパンパンパン、元から1000ポイントあるようなもんやから、あなるほどね、なるほどね、課金してないのに1000ポイントある、課金してないのに1000ポイント、なんであれなんだっけ、あれツイキャスでなんか課金数みたいなのないもんね、あんまりね、課金数、そうそう、あでも課金してる人おるよ、まあ有名な人だったらあるかもしれない、無料でも全然なんかやれるぐらいの、そう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 、とかあるもんね、なんか課金者しか投げれないアイテムもあるしな、あそうなの、そうお茶爆50とか100とかあんねん、そうなんだ、え興味ないけど興味ないんかい、興味ないけど、興味ないんかい、興味ないけど、いやうちはなんかあのなんだっけ、YouTube でもさあのコメントしないからさ、あの基本的にあのうちの動画で投稿された時には別だよ、なんかたまに来た時にありがとうございますとか言って続けと、うん、あはいはいはい、
まあジム君は知ってるからさ、あの、うん、あの LINE で送ったりとかするけど、うん、そうそうそう、あの、そういう時にはコメントするんだけど、普段の動画とかであんまりコメントしないからさ、コメントとか高評価とか、うん、いい動画だったけど高評価しないから別にそういう気にやるやつやんないからさ、うん、だから興味ないのなるほどね。だからだからっていうのも失礼だけど、さすがだから興味ないのもだいぶ失礼だけどね。だいぶ失礼やで、それは。やばかったね今ね。うん、なんかなんだっけ、あのスマホのなんか課金と一緒だよね、なんかね、あのなんかあのそれ、まあそれね、ガチャとか、うん、そういうの興味ないからさ。うん。あなんだっけ、変わりはない。モンストもさ、あのチュートリアルでやめたぜだからさ、うん、ちょっと。あのやば、本当になんかね、あのなんだっけ、あのそういうね、なんかゲーム、なんかスマホゲームにはまらないんだよね、本当に。唯一はまったのがマイクラだけで、そう、うん、それだけで本当にはまんなかった。あとなんか単純なパズルゲーム系、うん、あれはすごいはまったけど、あじゃあ、アメちゃんあれやな、あの、一筆書きで全部なぞれとか、そっちの方が。あ、そうそうそう、そう。あ、そうそうそう、それ、うち持ってた。持ってたとか持ってる。ああ。おー、今のか。なんだっけ、なんていうアプリだっけ、あの、フィルとか、フィッツとか、そういう系だよ。あ、フィルはやってた。フィルはやった。それはね、やってたよ、マジで。うん、もうあの、フィルは暇な時間やりすぎて、あの、全クリするっていう。え、すごくない？あれ全然やりすぎた、やりただの実家やりすぎだけど、どこまでやったって、うち、なんかフィルってノーマルハードとかなんか何個かあったやん。あで、それぞれで5個ぐらいステージあったと思うけど、それ全部バーってくるやん。マジ？え、言っていいっすか、あの、うん、さ、全然さ、やばい、全然ハマったっていうレビューじゃね。どういうこと？え、言っていい、レベル1の100分の52、ハマったって言えねえよ、ハマったって言えねえよこれ。俺ハマったって言わねえよ、明らかに言えなかったな。俺5000はクリアしたぞ絶対。マジ？ちなみにあの、なんだっけ、あのフィッツもさ、跳ねるやつもさ、うん、似てるようなやつなんだけどさ、100分の39だった。あ、待ってねえわ。やば、待ってねえわ、全然ハマってねえわ、もう全然。やっぱハマんないんだね、うち本当に。あのスマホゲームやるときには、あのマイクラだけ、あの募集しときます。募集しないけど、あのマイクラだけ、あのスマホではやります。なるほど。でもあれとかやりたいんだよね、なんかみんなさ PUBG とかやってるとさ、あのなんかそう、 PUBG は楽しい。なんかなんだっけ、あの一回なんだっけ、あのさ、うん、初心者 PUBG みたいな感じで、うち初心者でさ撃たれるシーンとかめっちゃやりたいもん、ね、うん、撃たれてるみたいな感じの新鮮なリアクションやりたいもん、あれ。なるほどな。いや、もう PUBG 楽しいから、もう一緒にやってくれてもええやで。そうだね、一緒にやってくれてもいい。だけどなんかな、うん、でもな、ちょっと、なんだっけ、あの、なんかさ、やって、他にやってる人いないの、なんかさ、コハッちゃんとか。何？あ、なんか、PUBG よ。うん、そうそう。なんかさ、なんだっけ、あの、コハッちゃん情報によるとさ、マイクラすごいさ、うん、なんか、すごいなんか、なんか、鬼畜だったんだけど、ジム君とかってなんか言われたんだけどさ。ああ、それは、あの、うん、俺が、あのスプリアラバー琥珀を攻撃するっていう。あ、大丈夫大丈夫、それはあの PUBG でも変わらんから。やべやべやべ、あの俺味方に火炎投げたりするやべ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 。最後の動画のオチアンインストールしかないやんか。アンインストールはアンインストールで終わるわ、なくなっちゃうやん。オチがそうなっちゃう。そのオチは嫌やな。嫌だね。アインストール。あれだけ、あの、いつもさ、なんだっけ、あの、いつもさ、なんか、面白いが、なんかさ、うちの場合さ、うん、フェードで始めてさ、フェードで終えるんだけどさ、うん。どうする、その時だけさ、あの、アインストールって言った瞬間にさ、あの動画のさ、終わりの画面になると。
やばいやばいやばい、面白い、完全にそれアイストールしたやつ。アイストール、アイストールって言った瞬間にさ、何のさ、なんか笑いとかもなくさあのいつものちょっと終わりの画面、ほのぼの BGM 長いなと思ってあれ、ええマジで消したみたいな、終わったみたいな。しかもなんかその時だけさ、あのちょっとさ、あの白にあの背景ちょっと黒をちょっと加えたようなさ、あの薄めのなんかその、うん、なんかシリアスっていうか、なんで今になんかネタ冷めた時とかさ、なんか使うやつあるじゃん、なんかドブみたいな感じ、うん、あれでさ乗せてたらさ、もう完全にあやったこいつってなる、本当にしたんかなみたいなそれ面白いね、それねなったら本当にやばいわそれ、うん、あれやで、PUBG やってんの、あの家館メンバーで言ったらキーとリンゴがやってると思う、うん、あー確かに、なんかあのなんだっけ、やっと PUBG のアプリ入れたみたいな感じのこと言ってたもんね。そう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 、いや PUBG あれやってたらさ、親密度みたいなの上がってくるんやけどさ、あの一緒にやったら、うん、あの俺とリンゴの親密度が980なんぼって、あの他の人圧倒してるから暇な時やりすぎてやばいね、980やばいな1回で上がる6とか4とか8やで、うわあ何回やってんのあれ、ちょっと待って、ちょっと待って、あのさ1回切っていい？あ、いいよいいよ、長すぎちゃって、じゃあ、あのお疲れ様です、長いな、お疲れ様です、終わり方